はい、こちらもね、難波小田ロード周辺で買ってきた、あの、福袋の中に入っていて、私はね、この商品が入ってるかどうかっていうのを分からず買ってしまっちゃったんですけど、まあ、この後ろのね、先ほど紹介させていただいた、この、パーティーグッズのね、あの、お前、あの、髪の毛生やしやっていう像のね、あの、お守りと、お前髪の毛、ハゲて、あの、ふさふさだろう、だからハゲろよ、この野郎みたいなね、こういう、パーティーグッズですよね。まあ、冗談のね。うん。まあ、こういうやつなんですけど、これもね、一緒に中に入ってたんですけど、これがね、よくわからないんですよ。こちらがね、すっきゃね、大阪おばちゃんスタイル。なんか、アメちゃんとか言ってるんですけどね。で、僕のね、ググり方が悪いかもしれないんですけど、ちょっとね、詳細がわからなかったのと、で、これね、ほら、バーコードはない、あ、これはバーコードがあるんですけど、あ、これもあるかな？あ、こっちがないんですよ。うん。で、まあ、ちょっと、これね、すっきゃね、大阪おばちゃんスタイル、アメちゃん。うん。お笑いかなんかなんですかね、これね。で、ほら、バーコードついてるでしょう。で、いくらで売ってたんでしょうね。でね、皆さんね、もし、あの、僕も人から教えてもらったんですけど、もしね、まあ、これ商品かどうかわからないんですよ。まあ大体ほら、すっきゃねんって、こう、これだけで字打ったらこれが出てきたり、あとはね、これで出てこなかったら、この、大阪おばちゃんスタイルで調べたら出てきたり、あとはね、アメちゃんっていうやつを、あの、打ったら出てきたりとか、まあ、例えば言ったらそういうことなんですけどね、この商品に対しては、すっきゃねんとか、大阪おばちゃんスタイルとか、アメちゃん、この3つのね、キーワード、僕の探し方が悪いかもしれないですけど、出てこなかったんですよ。で、あとは、そういう風にね、わからなかった、このね、バーコードあるでしょ。バーコードをね、入力すると、あの、検索するとね、ほんなら、あの、わかるときがあるんですよ。でもね、それでも出なかったんですよ。なんでしょうね、これ、ほんで、どこで売られていたのか、あの、いくらで売っていたのかっていうね、で、こちらね、元気ないやん、このアメちゃんなめとき、大阪おばちゃん、アメちゃんね。で、まあ、こう、あ、アメちゃんキャンデーね。うん。で、顔なしプラスたこ焼きかけるアメちゃんは、このアメちゃん。ようわからないですね、意味は。ほんで、もらって嬉しい、あげて楽しいアメちゃんやで、絶対嬉しくない。アメちゃんステッカー、なんでしょうね、これね。2009年って書いてるんですけどね。こちらも、さっきの報道のやつは、ステッカー5やったんですけど、これステッカー1なんですけど、これもね、ようわからないんですよ。ググり方が下手くそなのか、出てこないんですよ。ほんで、この2つに関しては、ほら、バーコードがないでしょう。でも、やっぱこんだけ作ってるってことは、やっぱり、グッズ的な感じで売ってたんでしょうね。ほんで、こちらがね、吸盤付きおせっかいステッカーで、これが節電節水、もったいないで大阪のおばちゃんアメちゃん、これ一体いくらで売ってたんですよね。でもう一個のこっちが、吸盤付きおせっかいステッカー、あ、さっきと一緒ですね、ジャンルは。でこちらが、初心者やねん、多めに見立ってや大阪のおばちゃんアメちゃん、わかんないですよね。これいくらで売ってたのか。ほんでね、これを買う人がいたってことですよね。この福袋に入ってるということがね。これを、なんでしょうね。まあちょっと僕もわからないんですけど、まあこんな感じでね、あの僕にとってのあの謎の商品があの福袋の中入ってましたんで、もし皆さんもね、これわかったらね、教えてください。なんでしょうね、これね。はい、こんな感じでね、あの、詳細不明な商品とかもね、動画であげますので、こういうね、商品がわかる方がいたら、心ね、広い方がいたらでいいんですよ。コメントの方にね、あ、これこんなんですよ、みたいなね、書いていただいたら嬉しいかなと思いまして、ま、そんな感じの動画なんですけどね、はい。だいぶつまんない、日頃からつまんない動画がさらにつまんない動画になっちゃってるんですけど、ごめんなさいね。まあ、こんなね、動画ばっかしなんですけど、まあ、いいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。